集まれ動物の森。お、皆さんおはようございます。ただいまのブリッジビレッジマの時刻は2020年3月28日土曜日の午前11時17分です。では本日のお知らせです。本日ブリッジビレッジマに新しくキャンプサイトがオープンしました。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトはブリッジビレッジマにぴったりですよね。きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いをお楽しみください。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼してくださいね。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。はいはい、おはようございます。ブリッジです。本日でパート17かな、やっていきたいと思います。はい、じゃあまずこれポスト確認シーンをして、はいショッピングと、はいはいショッピングと、じゃあ今日はキャンプサイトが開いたので、キャンプサイトで何ができるのかちょっと体験しに行ってみようと思います。はい、行きます。あ、キヌヨさん来てんじゃん。ちょっとその前にキヌヨさんに話しかけよう。あら、ブリッジさん、おはようさんです。またやらせてもらってます。今日はどないしましょう。はい、見して。はい、で、このキヌヨさんも本格的になんかエイブルシスターズだっけ、そのお店っていつ構えるんだろうな。あ、釣りジャケット、これ俺にふさわしい釣りジャケットじゃねえか。これ買うわ、買う、絶対買う。はい、ありがとうございます。で、左のセーターみたいなのも買おうかな。はい、ありがとうございます。シンプルなトレーナーか。じゃあトレーナーも買おう。てかさ、さっきからさ、俺の周りでさ、なんかクマが走ってるんだけど、何あれ、チャーミーが走りまくってんだけど。てか、あれ、なんだっけ、マールだっけ、あいつも走ってるんだけど、どうなってんの。なんかめっちゃ迷惑なんやけど。で、あ、長靴も買っとこう。多分ある程度の金額かな、買い物すれば多分来てくれるはずなんだと思うんだよね。うん、じゃあ早速もう役場入ってっか。はい、ブリッジさん、どうもどうも。おかげさまでとってもいい感じのキャンプサイトが完成しただな。もう問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際にお客さんも来てくれるはずなんだな。もうお客さんが来ている日にはキャンプサイトにテントが張られるから、ブリッジさんも気にしといてね。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業は始められなかったけど、キャンプに来たお客さんにこの島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間草むしりとか花や家具を飾りつけたりして島の景観を整えてくれると嬉しいんだろう。もう何、なるほど、じゃあまだやることがねえってことか。一応何も、何かすることあるで確認しよう。何をすればいい。なるほどな、今日自体実行に移せることはないと。しょうがねえ、それは。まあそれはもう時間の流れに任せるとして、じゃったら早速セレモニーよ、セレモニー。しかしまあな、住人も結構増えてきたなって思ったけどさ、またあれじゃん、ロビンいないじゃん。あいつ毎回いないな、セレモニー。あいつセレモニー嫌いなのか。実は橋の時とかは来てたのにさ、なんか役場から急に、あれ、なんかあいつだけはぶられてんのかな。確かに最近あいつ普通の住人としても見ねえしな、島民で島の中移動してる様子も見ねえし、あいつどうなったんだろう。このまま不登校になっちゃうのかな、ロビン。はい、行います。はい、パチパチ。はい、てかもうなんか同じセリフだわ。あー、もう毎回のあのね、もう3つ、もう選択肢3つしかないから、選択肢3つしかないから、もう4つ目を出してほしいな。もうあっぱれでいいや、もう適当。はい、あっぱれと。てかな、あのこんにちは T シャツクソダセーな。
なんかあれだ、あの日見た花の名前を僕たちは知らないの、なんか主人公なんだっけ、誰だっけ主人公の名前、あいつの着てた T シャツ思い出すわ。うん、はいはい、はいはい、およよよ、はい、願いましてよ、はい、はい、シャッター。そうか、じゃあ今日は景観を整えるデーか。つっても景観整えるって言っても何やればいいんだろうな。普通に家具を置いたり、あとは花植えたりとか、どうなんだろう。はい、じゃあ待って、あ、なんだなんだ、カエル。あはんはん、はい、あー、多分あれだ、アクションか、アクション、ニコニコのリアクションね、はい、ニコニコ動画のリアクション、はい、ニコニコなリアクションを教えてもらった。笑顔で A、 笑顔で A 顔、はい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 、じゃあ OK、 じゃあどうするか、ひとまじゃあもう毎日の恒例行事やるか。あー、そうなるとあれか、その島の景観を整えるって意味では花をもちろん植えたりするのは当然のことで、こういうのも大事になってくるってことか。はは、あれあれ、昨日怪獣じゃなかった、昨日おととい怪獣じゃなかった、いつの間にかヒーローロボってのができてんだけど、なんだ俺や、まあいいや。てかこいつらのこの、これ何、このなんか飛行機でブーンブーンってやつ、なんなん、もう流行ってんのか。まあいいや。でただここも今のところキャンプサイトしか書いてない、なんかやることもなく、壊せるわけでもなく、まあ壊したら大変なんだけど、あ、とりあえず化石だけ拾いのして、はい、化石拾いので問題あれだよな、引きこもりのロビン君はどうしたんだ、引きこもり、家ん中、家ん中いるんなら出てこいや。あれ、あ、そういうことか、そういうイベントもあるんだ、なるほどな。あー、ちょっとロビンはね、俺気に入ってるキャラの一人だから、一匹だから、これはちょっとお薬買ってきてやるわ、お薬、ほいー、ここも変わらねえな。ってか、うわぁ、なんだこれ、なんだこれ、パイレーツオブカリビアンか、パイレーツオブカリビアンか、もしくはワンピースか、なんだかわかんねえや。ほいー、じゃあ薬買ってきてやったぜ。体が僕の言うことを聞いてくれないんだ、ダイヌ、ダイヌだけは意地でも言うんだな、お前は。じゃあ薬、はい、持ってきてあげてよ、はい、お薬飲めたね、はい、これだ、どうぞ、これで元気になれ。甘いんだ、じゃあやっぱりあれじゃん、お薬飲めたねじゃん、あのゼリーのやつじゃん、うん、はやなんだこのお薬、即効性か、お、ファームなオーバーオール、マジありがとう、いるかわかんねえけどもらっとくわ。あー、でもさ、住人がさ病気になるってことはさ、俺自身も病気になることあんのかな。あ、マイレージなんか溜まったのか、あれか、なんか島民の世話したみたいな感じかな。あ、親切は大事なんだな、もう、あー、なるほどね。あー、そうか、俺あんま島民と話してないからさ、こういう親切とかなんか会話のイベントあんまないからな、せっかくだからちょっと今日は島民と話してみっか。おい、お前、話、おや、会いに来てくれたんだね、よいしょ、世間話でも、いやー気持ちのいい日だね、何をやってもうまくいきそうだよ、よいしょ。そうか、そういえば項目で結構これあれ、そのこれもらってっていうのがあるんだよね。そう、前さ、確か鈴木あげたらさ、なんか560ベルくれたから、何あげよっか、ごめん、ファームなオーバーオールあげるわ、ごめん、さっきロビンからもらってすぐにあげちゃう、ごめんねロビン。
あーいいじゃん。あ、ぶっちゃけ俺キルキゼロだったわ。はいどうぞ。はい、ありがとう。シュガー&ミルクね。ありがとう。そうだ、せっかくだから、そう、今回明日からなんか多分キャンプサイトとかでお客さんが来る影響で、もしかすると島民の3人引っ越してくるイベントがあったと思うんですけど、その引っ越す3人引っ越すイベントが起きる前は、そのツアー行くと、そのツアーの無人島に動物がいて、その動物を勧誘できるというシステムがあったみたいなんですね。俺の場合はなんかカバだったり、なんかよくわかんない動物ばっかだったから、あんま大して話しかけずに終わっちゃったんですが、そうだとすると、このキャンプサイトのタイミングでこのマイルの旅行券使えば、もしかしたらそうまた勧誘できるようになるんじゃないか、動物がいるんじゃないかって思うので、ちょっとツアー昼の時間帯、まあ、この時間帯だと俺の待望のタランジュラ島には行けないんですが、ちょっと行ってみますか。たまにはお昼の無人島もいいでしょう、ツアーで。じゃあ行ってみるか。もうほんとさ、確か昨日が散々でさ、昨日つか今日の夜だけど、今日のもうほんと夜中最悪で、もう5回連続なんか雨降ってて、なんか何の変哲もない島で、ほんとクソハズレみたいな島引いたんで、ちょっと今回こそはなるべくなんかちょっと特徴のあるなんか動画映えするような島行ってみたいですね。しゃあ、準備ができた。モーリー、お前さ、まあ、俺昨日の夜のこと忘れてねえからな。モーリー&ロドリーよ、お前らのこと俺忘れねえからな。今回こそ頼むぜ。ほんと6度目だぞ、6度目。もう6回連続雨の島とか言ったら、もうマジほんと、もうほんと死ぬぞお前ら。死を見せてやるぞお前。しゃあ、今回は雨降ってない。まず第一関門突破。雨降ってない時点で第一関門突破よ。はいはいはい、分かった。もうお前の話は聞き飽きたんだよ。もうその説明いらねえんだボケ。じゃあ、なんだこれ、多分なんかあれか、ユリか、ユリだけど、この色のユリは見たことねえな。黒いユリの株。あとピンクもある、珍しいな。これはちょっと取っていこう。見る感じなんかあれだな、ちょっとこういう特徴はある花とかも生えてるから、まあ別に花そんなにいるかって言われたら、でもまあ景観とかを大事にしたいから、いるっちゃいるか。でまあだから、この時間帯だとな、もう完全に何もそういいのが釣れるわけじゃないから、まあいいの釣れるとしたらあいつだな、なんだっけあれ、竜宮の使いぐらいだ。あーやっぱ彼じゃヒラメだ。もう間違えちったよ。はい、とりあえず見回ってみましたが、特になんもねえ。いやマジ、黒いユリとかピンクのユリとか咲いてる以外なんもねえ。帰るわ。皆さんおはようございます。はい、てなわけで今回パート17は2日に分けて録画していきたいと思います。そう、もう前日、もう昨日があまりにも何もなさすぎて、あ、もう今のこの時点で1日経ってます。まあ見て、見てはお分かりだと思いますが、はい、ただいまのブリッジブリッジ場の時刻は2020年3月29日日曜日の午前11時49分です。そう、今現時点で超大雪です。はい、リアルタイム、我が日本は超大雪になっております。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに、あ、宿泊のお客様、あ、ついに来てんのか。それを見に行けと。分かったブリッジブリッジ場の住民一同でお客様を歓迎しましょうね。では本日も楽しい一日になりますように。しゃあ、あ、出たー、これがウリか。こんにちは、俺の名前はウリ。バッチャーが育てた美味しい株のウリ歩きを手伝ってんだ。この島へは毎週日曜日の午前中に株売りに来てるから、どうぞご引きにしてくれろ。ところでお客さん、株の説明は聞きなさる？一応聞かせて。ばっちゃんが大事に育てた株はね、新鮮なうちに食べるのが一番上に決まってんだけど、食べるために買う人より金儲けのために買う人の方がずっと多くて、おらびっくりしてるだに。もっと聞きなされ。はい、聞く聞く。
豆吉さんたちのお店があるでしょ、はい右ね。あそこで株を買い取ってくれるんだけど、株の値段は日によって違うから、オラから買った値段より高い時に売ればその分儲かるし、逆に安い時に売ると損しちゃうことになるんだ。まだ聞きなされ、はい聞く。もういっぺんにいっぺんに説明しろ。さてここからが一番大事なとこなんだけど、この株は1週間経つと腐ってダメになってしまうんだに。オラ毎週日曜日に株を売りに来るから、遅くても土曜日のうちに売らないとすっかり腐ってしまって大損するから、くれぐれも気をつけてくるろ。長くなったんけど、株の詰めはこれでおしまいだに。ほんで今日は1株106ベル106ベルが安いのかかんねえけど買うわ。ちょっと待ってね。てかさ、そうだこれ確か俺聞いたんだけど、日曜日の午前中なのよ。そう今11時51分、あと9分で午前中終わっちまう。てなわけで、うわあ荷物が多い。ちょ荷物整理し、すぐし、金も下ろしてきてすぐ買います。うわどうもブリッジさん、お部屋ちゃんと増えたでしょ。いや待って、今ね株売りで忙しいからさ、ちょっと話しかけてる、もう話してる暇ねえんだよ。もう11時53分なんだよ。もうあと7分しかねえんだよ。もう待ってくれ。もうはいはいはい、分かった。もう何、あリフォームドアでは新たにドアの交換、はい分かったドアの交換ね。はい分かったもう分かったから、 ATM よ ATM。 はい OKOKOK。はい、もうアイターのポートの場合、もうポイントね、はい分かったもう分かったから ATM いらっしゃい、 ATM ね。あぶねえ、11時54分あと6分だわ。じゃあこいつに話しかけてみっか。じゃあはい、一株どうするか。でどうなんだろう、まず100株ぐらい買って手荷物どんぐらい埋まるのかな。あんまそこの詳細知らないんですよね。トリマー100株はい、いいよ買っちゃって。あ、ちゃんと10株で100株でもう手持ち中ね。じゃあもう一回今度200株買ってみよう。あーやっぱあれか、この10株あたりで一つの手持ちが埋まるのか。だったらよっしゃー、とりあえず今回はお試しで7、8、9、10、1000株買ってみました。1000株なんで、まあ、106000ベルなので、106ベル以上？まあなぁ、そう、ちょっと見た、ちょっとツイッターとかで見たのが、なんか500ベルで買い取りますとか、なんか5倍以上上がってたとこもあったので、そう、できればそこら辺でちょっとな、買い取ってくださると嬉しい感じがするな。よし、とりあえずあれだ、この株坊主？あ、株坊主のちょクエスト終わったから、他のクエストやろう。クエストってなんかあれだな、ドラゴンクエスト見て。やばい！クエストを進めますとか言ってたくせに、追加で買っちまった追加で買っちまった、やべえ。これなんか俺やべえな、俺なんかギャンブル依存症の人みたい。なんかそう、競馬とかで追加でこれなら勝てる、まだいけるって思ってるやつみたい。であれだ、さらにマイルも貯まった、夢のマイホーム。あーそうか、マイホームがあれだ、段階踏んだから、ここで真ん中あれかな、あと6段階目、多分2階が増えて3段階目はなんか家のなんか一番真ん中の部屋が大きくなるのかな。なるほどね。そう、このマイルもね、どんどん貯めていかないと。あ、株主様へご優待マイル、何それ。はあ、これでもくれるとありがとう。じゃあそうだな、一旦あれだ、この金めっちゃ金引き出してきたけど結局そんな使わなかったな。じゃあこの金ちょっとまた預けてきて、たぬきちにキャンプサイト、そうさっきあれだ、 ATM でなんかその支払いやるときに、支払い通貨引き出しするときに、そうちょっと通ったんだけど、このキャンプサイトも誰か引っ越してきてるみたいだから、なんかあれだな、なんかいい感じの住人引っ越してきてくれたらな、いいな。で今日もあさみさんいんのか。あ、さらにあれだ、風船も、やべえ、やることいっぱいだな。あ、やべ、そうこの昨日取ってきた黒いユリとこのピンクのユリ、このユリが実はすげえ貴重なものだった、後で説明するわ。うん、でその前にあれだ、 ATM 行く前にあれだ、絹代さんにまた話しかけて、ちょうどええところに、今日はブリッツさんに相談事があるんですけど少しお話しさせても。あ、いいよ、もう絹代さんの言うことならさ、もう 99% 聞いちゃう。逆を言えば 1% は聞かないかな。 1% の本当に大事な局面では絶対に俺絹代さんの言うことは聞かないから、よろしく。ありがとうございます。相談っていうのはうちらが出そうと思っている店の場所のことなんです。
おかげさまで、うちが行商に来るのが楽しみに待ってくれてるお客さんがだいぶ増えてきたんですよ。そう、俺のおかげでね。俺がね、ちゃんとね、そう、告知して、絹代さんの店いいですよって言ったから、絹代さん、あなたの店も繁盛してるんですよ。そう、全部僕のおかげなんですよ、絹代さん。はい。それで、そろそろ本格的にお店を構えようかって、お姉ちゃんとも話してたんです。それで今日はとりあえず、たぬきさんに相談してみようと思って、さっき会ってきたんですけど、なんでも、たぬき商店を作った時の資材が思ったより余っていて、あー、場所さえ決まれば、あ、なるほどね。はははは、あのクソタヌキ全部俺に振りやがって。まあでも場所を決めるっていうのは俺にとってもなかなかその大きいことだから、そう、それでも十分だ。なるほどね。あ、俺のこと待ってたんですか、キニオさん。早く行ってくださいよ、キニオさん。いいよいいよ。お任せしください、キニオさん。この島民代表ではある私ブリッジがやってあげましょう。はーい。ついにこれでって、明日エイブルシスターズがあれだ、開くってわけか。うん、いいね。じゃったら、そうだな、そうだ、そう考えると、あ、ちなみに今12時過ぎたんだけど、これ話しかけたらどうなんだろう。あ、一応まだいるんだ。てかあれか、午前中の何時？そう、午前中の定義って俺よくわかんねえ。今もうあれだよな、午後の12時1分だからもういないはずなんだけど、多分あれか、これ多分もう店の中とか入っちゃったら多分もう行っちゃう感じかな。まあいいや。じゃどうするか、マジでキャンプサイトここにしちゃうの大失敗だわ。しかしここにエイブルシスターズを立てたかったのに、もうやべ、今日もね、あれだ、ごめん、今日寝起きでさ、もうさ、すげえいっぱい、あ、来たー。皆さん見てください、これがカラスアゲハです。このカラスアゲハっていう蝶々、あれ昨日まで一切この無人島に出てこなかったんですが、この右上にある黒いユリとピンクのユリ、これをそう、無人島、あの離島ツアーから持って帰って植えてから、この周辺にだけそう飛んできてました。要するに多分このカラスアゲハ、ちょっと調べてみたところ、このなんか交配した珍しい色の花、そこの花の周辺のみにしかなんか飛んでこないみたいです。でさらに時間帯も見てみるところ、はい、この朝の4時から夜の7時かな、そこら辺までなんか飛んでるみたいで、でこのカラスアゲハのその飛んでくる頻度が、そう、この花、交配した花ここしか植えてないのに飛んでくる頻度異常なんですよ。でさらにこのカラスアゲハ、このカラスアゲハくんはなんと2500ベルで揺れます。2500ベル、これ2500ベルで揺れて、さらに俺の家とお家を、俺のお家をちょっと行ってみましょう。はい、見てください、この両脇のこのカラスアゲフォ、カラスアゲフォって言ったカラスアゲハウォール、そう、このオケハ様の戦いのオケハ様みたいな感じ。いや、例え悪いな。まあいいや。このカラスアゲハ40匹全部、だいたい1時間ぐらいで40匹なんで、2500ベルかける40匹で10万ベル。正直言うと大型の魚狙うとか、そう、まあタランチュラ島よりかは効率悪いけど、そう、タランチュラ島をなんか、なんだろう、離島ツアーのガチャ、ツアーガチャをするよりかはこれやった方が確実なんじゃねえかって思ってます。なんでツアー行った時はこういうなんか色違いのなんか珍しい色の花を見つけたら、それも取ってくるようにしましょう。で、またほら、またカラスアゲ入るわ。てかもうあれだわ、もうなんかタヌキチのところで ATM やったりさ、キニオさんも店立てたり、他にもやることいっぱいあるのに話全然進まんねえわ。よし、ここでいっかな、エイブルシスターズ。ゲイ。はい、決まり。おしゃれの波が来る予感。じゃあこれでキニオさんに話しかけて、ブリッジさん、お店の場所決めてくれたんやね、ほんま大きに。
お店が完成したら、うちやお兄ちゃんともどもよろしくお願いします。あ、また今日結構いろんなことあるな。なんかさっきからもう大変なんだけど、まあでもこれぐらいね、いっぱいやることある方がやりがいがある。ていうかあれだな、見て、ここの上、このピンクの百合の上に、ほら、多分交配した花が、俺特に何も花植えてないのに、ここでなんか新たな花が生まれようとしている。なんだろう、オレンジの百合とかかな。なんかレアなのかな、わかんねえや。じゃあいいや、とりあえずまたタヌキチに話しかけてみよう、キャンプサイトの件について。あ、二度目だわ。そう、さっき、そう、話しかけずに終わっちゃったから。ブリッジさん、どうもどうも。しずえさんに放送でもお知らせしてもらったけど、今日はキャンプサイトにお客さんが泊まりに来てるんだな。もうブリッジさんも時間があれば、いや、時間がなくても作って様子を見て。急に前かがみになってきたな、こいつ。今まではあれ、一言さ、その前置きに、暇があれば、時間があれば、できればでいいからとか言ってたのにさ、今回は時間がなくても作れって命令口調じゃねえか、てめえこの野郎。お前、はい、オッケー、俺にかかってると。了解です。で、そう、聞いたんですけど、このなんか今回今住人が、島民が今現在現時点で最初の2人と、あと引っ越してきた3人、合わせて5人いて、今キャンプサイトに6人目がいるみたいです。で、そのキャンプサイトのなんか6人目はなんかもう強制的に引っ越してくる、もう絶対引っ越しが決まってる島民で、で次の7人目8人目からなんか離島ツアーとかで勧誘することができるかもみたいな感じらしいなんですね。はい、なのでこの6人目に関してはもう強制的に受け入れを許可すると、許可しなければならないと、どんな住人気に入らねえやつであっても。じゃあ早速その島民に会ってくるか。その前に赤い百合の球根、お前は引き取らせていただく。一応タヌキチにもあるか、確認してみるか、話の内容を。はい、一応何をすればいいので聞いてみて。はい、キャンプサイトに、はい、合っている。はい、時間があればもう、あ、もう分かった分かった、もうそういう命令口調やめて。そういうこと言われると本当俺やる気なくすから。そう、逆にね、できればでいいよって言ってくれた方が、あ、できればでいいけど、できればやってあげようっていう気になるんだけどさ、お前そういうとこ下手だよね。うん、お前社長なんだろ、もうちょっと、もう20年間ぐらい動物の森で生きてきてるんだからさ、そこもうちょいさ、話のテクニック、うまいテクニックを身につけてくれ。じゃあな。しゃあ、だったらあいつが時間作るとか言ってっから、仕方なく受け入れてやろう。このキャンプサイト誰だろうな、いい感じのなんか島民だといいな。おお、これはいい、かわいい。てか、僕系か。君はこの島に住んでいる人かい。なんかクールキャラで、かつなんかそう、僕っ子系か。いいね。しかもサンドイッチ持って、愉快なやつだなこいつ。君はこの島に住んでいる人かい。しばらくの間お邪魔させてもらうね。いやいや、お前は来い、お前は来い、お前気に入った。君だけに打ち明けるよ。あ、このじとめみたいな感じで上目遣い好き。これ僕っ子だわ、僕っ子。 BL 本が。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。俺かな、いや俺じゃねえな、さっき会ったばっかだから俺じゃねえわ。え、誰だろう、チャーミーあたりが色目使ってんのか。ああ、あの女な、確か BL 本隠してる疑惑あるからな。ジュン君、君をちょっと狙ってるかもしれないな。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな。あながち、あながちがこいつ口癖なの、マジ。この島においでよ。え、いいのかい。お、この驚いた顔も好き。いいね、これ当たりだろう。こいつは当たり住人だろう、当たり島民か。勝手にこういうこと決めちゃっていいのかな、あながち。いや、いいよ、お前目の前にいるの俺島民代表。この島でさ、タヌキチよりも偉い存在、それがこの俺ブリッジだぞ。そうだ、君はここの住民だし、島の管理人さんとも知り合いだよね。いや、その島の管理人よりも俺の方が役所、役、なんだろう、役職上だから。そう、島民代表っていうのがもう絶対一番上だから。そう、日本でいうあれだよ、総理大臣みたいなもんだからな。僕がこの島に移住できるよう管理人さんと相談してもらえないかな。任せておいて。
ありがとう。僕の運命は君に託した。あながち。まああれだな、ワンチャン1号かなって思ったけど、そう、まあ1号じゃなくてもこいつはね、こいつは気に入った、本当。僕がこの島で暮らせるよう島の管理人さんと相談してくれるかい？君が話をつけるまではここで待たせてもらうからね。あながち、もうあながちは気に入らねえな。確かあれだよな、確かしずえさんのところでこの住人島民のなんか動物たちのこの口癖、これも変えられるみたいだから、これも変えようか。うん、あながちは気に入らない。そのあながちだけ直したらもう俺はそう、島民代表として俺はもうね、寛容な心で許してやるわ。じゃあ、タヌキチんとこ行って話しかけてみるか。おい、クソタヌキ、コーヒー飲みながらさ、窓見てさ、ああ、今日はいい天気だなもんってやってんじゃねえよ。お前、リアルタイムでは大雪なんだよ、こっちはよ。ああ、早速やるぞ、話こぎつけてきてやったぞ。はい。おかえり、キャンプサイトのお客さん、様子を見てきてくれただなもん。どんな感じだった？移住してくれるって。本当に？さすがブリッジさん、仕事が早いだもん。となるとのんびりしちゃいられないだろうね。次にやるべきことは、新しいお家を建てなくちゃ。急にあれだな、声高くなったな、一瞬。急に声が一瞬高くなったな、なんかな、やべ、今のなんか声をやばい、今声を高くしたせいでなんかね、微妙なしゃっくりが出てきちまった。新しいお家を建てなくっちゃ。あの、ブリッジさん、ブリッジさんが勧誘してくれたお客さんのお家の場所決めてもらえると嬉しいんだけど。もういいよ、任せとけ。それが島民代表の役割よ。もう諦めたわ。場所は全部お前らの、場所は全部俺が決めてやる。そしたら土地を確保するためのハウジングキットを渡すから。はい、はい、オッケー。あ、なるほどね。じゃあちょっと荷物の整理してまたこいつに話しかけてみっか。そう、てかさ、そうだ、株とかもどうなんだろう、収納できんだっけ。そこのとこちょっと調べてみよう。なるほど、今ちょっと調べて検索してしまったんですが、株どうやら収納できねえみたいですね。収納はできない、ただ置くことはできる。置いても、とりあえず、その、腐りはしない。とにかく、一週間過ぎるは、時間経過、時間を、なんか、スイッチの時間進めちゃうと腐っちゃうみたいで、まあ、絶対に俺は時間進めることはないので、今んとこ。なので、とりあえずこれ置かなきゃいけねえのか。それがめんどくせえな。あ、やべ、そういえばそうだ。もうなんか、いろいろありすぎて気づかなかったけど、家大きくなったわ。ははは。てか、そう、さっきから2、3回ほど出入りしてんのに家大きくなったの気づかなかったわ。やべえやべえ。じゃあ入ってみっか。うん、さっきも入ったけど。よっしゃー。そう、この右の部屋ができたんで、そう、ここも一室。そうだ、ちょうどいいわ。ここに株置くか。うん、ここに株を置こう。そして、あ、いや、株を置く前にもう一個やりたいことがあって、このタヌキマイレージに置いて、このこだわりインテリアで充実ライフっていうので、そう、これでインテリアを置けば置くほどこれでマイルがもらえる。で、あともう119個で150個、あと31個置けばこの最後のマイル多分5000マイルもらえるんですよ。なので、んー、どうしよっかな。しかし株もあるし、ちょっとこれをうまい感じでやっていこうと思います。はい。あぶねー、これ何、10株食べるとかあるの？これ間違えて食べたら10株消えるってことは、あれか、1000ベルぐらい消えるってことか。あぶねえ、あぶねえ。ほんとこのゲーム油断ならねえな。お、ようやくか。来たー。これで多分5000マイルゲットー。よー、長かったー。結構めんどくせー。これ150個以上出すのめんどくせー。てかそう、よくよく考えるとさ、後々これ全部回収し、売りに行くのもめんどくせえ。まあいいや、これで取り、まああれだわ。この食べちゃおう。もう食べちゃおう。これであのだ、あの、純、あの、リスの、あれ、住民を呼ぶためのキャンプ、なんか工事セットみたいなやつ、もらえるから、ハウジングセットだっけ？もらえるから、もらいに行きましょう。ハウジングキットをよこせ、もう。
はいはいはい。で、じゃあ場所決めてやるか。どうするかな、ジュンの家。正直言うと、ジュン、俺は相当気に入っているから、そう、多分この、今、12、多分ジュン入れて6人になるけど、一番ジュンがトップ。で、その次、時点でロビン。で、3番目、マール。あとは、残りはどうでもいいかな。残りはどうでもいいかな。じゃあ、どうするか。あー、本来であれば、ここに建ててあげたいんだが、この湖クソ邪魔だな。この湖がクソ邪魔じゃ。じゃったら、そうだな、このあれだな。このあれだ、ここ。誰だっけ、チョキだっけ、チョキの家の裏に建てるか。よし。多分ここら辺でいいだろう。あのさ、あの後ろのさ、今まださ、生えてる最中の、多分金のなる木かな、あれ。なんだろう。あの木がさ、生えるの邪魔になっちゃうのはちょっと怖いけど、いいや、ここにしよう。ちょうど平行だし、大丈夫だろう。はい、オッケー。お家建つ場所決めました。じゃあ、これで、あれかな、タヌキに話しかけりゃいいのかな。それともあれかな、ちょっとだけ横ずれてっかな、気のせいかな。こっちは多分平行だと思うから。まあ、これでいいでしょう。じゃあ、タヌキに一回話しかけて。はい、タヌキ、おかえり。どうだなも、お家を建てる場所は無事に見つかったかな。バッチリ。おー、それは良かっただなも。今日お前、喋り方さ、今日お前よく変わるな。住む人は決まってるわけだし、一日でも早く引っ越してもらえるように、お家の工事を超特急で進めるだなも。それにしても、移住希望者はいつ現れるのかわからないのに、そのために慌てて土地を探すっていうのもあまりにも行き当たりばったりだもんね。そうだ、こうするだなもん。今後はインフル整備の一環として、あらかじめお家用の土地を確保して売り出すことができるようにするだなもん。手数料はいただくけど、その代わり無事に入居者が現れた時点で成功報酬としてマイルを差し上げるんだもん。なるほどな。要するにもう住民が来てから、そうです、今回みたいに住人が来てから場所決めるのではなく、もうあらかじめ場所決めとくかっていう作戦な。じゃあひとまずコンパートはこれぐらいにしておくか。うん、もしかすると今日もこの時点でツアー行ったら離島でまたその島民、そう、こちらの島に迎えられる島民がいるかもしれないけど、もしかすると明日かもしれないので、ひとまずあんま話はここぐらいに止めておくか。うん、じゃあコンパートはパート17、昨日今日にわたってあれ録画させていただきましたが、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。じゃあね、グッバイ。